ゲラルト。何があった？何かが起きそう。フィリパとマルガリータが私と話したいって。時間を無駄にせんやつらだ。嫌な予感がする。同感よ。きっと考えがあるのね。ご親切に教えてくれるみたい。避けられそうな話ではないな。よければ一緒に行こう。ええ、ゲラルトが一緒なら慎重に言葉を選ぶはず。それはどうかな。だが一人よりは二人だ。話をしてみよう。話があるんでしょ。ゲラルトじゃなくてあなたにね。二人でじゃないと話は聞かない。いいでしょう、フィリパ。いずれ全てを知るんだから。ええ、ならいいわ。口を挟まない限りね。俺は飾りだと思ってくれ。かつて女魔術師会には素晴らしい計画があった。重大なね。覚えてるでしょ。修行を終えたあなたを仲間にするつもりだった。不幸なことにそれは実現しなかったけど。女魔術師会を復活させるの、改めてお願いするわ。仲間になって。親愛なる司令がこの計画に参加できないのは悲しい。でもいつまでも喪に服してはいられない状況なの。あなたの答えは？仲間になってくれる？どこかの幼い王子様と結婚させて操る人形にするために。当時は子供だった。そして私たちは状況判断を誤った。今回はあなたに協力したいの。女魔術師会に平等な立場など存在しない。常に誰かが君臨し、残りの者たちは従わなければならない。賢く能力のある女魔術師は適切な役割と地位を見つける。あなたは最高位につくべきよ。その資格があるわ。あなたは大きな使命を持って生まれた。私たちと協力すれば成し遂げられる。力の正義を教えるわ。そうしたらすぐにでも。私にはアバラックがいる。それでいいの？何も企んでないと本当に信じてるの？いや、だが女魔術師会全てを相手にするよりは楽だ。賢者とは常に真意を隠すものよ。そしてその真意の中に利他主義が含まれる余地はないの。彼にとってあなたはただの道具。知識と保護を保証する。あなたは自分自身の舵となり船となれる。彼と違い、私たちはそれを約束する。すぐに決めなくてもいい。あなたの気持ちをよく考えて、準備ができたら話しましょう。話はこれでおしまいね。外の空気を吸いに行こう。それで？わからない。今はあまり話したくないの。散歩に行ってくる。少し休んだ方が良さそうだ。ええ、そうしなさい。